コンパクト SUV にもかかわらずホイールベースが長いんですよね。そしてこのクラスでね7人乗れるっていうのがやっぱすごいですよね。いや内装はさすがメルセデス、美しいですよね。惚れ惚れしますよね。コンパクト SUV なのに3列シートってすごいですよね。すごい。車マイスター元でございます。今回お届けする動画はこちらでございます。さあ今回ご紹介するお車はこちらでございます。また色がいいですよね。こちらメルセデスベンツ GLB。 こちらは新色のローズゴールドという色なんですね。確かにゴールドですよね。やっぱりこのメルセデス、グリルが迫力ありますよね。こちらは2023年の11月ですね。こちらに、マイナーチェンジした新型なんですよね。GLB。こちらね、フロントグリルとこのバンパー周り。そしてこのヘッドライトですよね。こちらがフロントの顔としてはマイナーチェンジで変わったところですかね。あとはこの色が増えたりとかね、こういったところですかね。いやいやいや、こちらね一応 C セグメントと言われるクラスの SUV なんですけども、ちょっとね他のライバルたちとはね違うんですよね。ちょっと詳しく見てみましょうね。こちらの車はですね、AMG ラインというねオプションとかを一切つけてない、本当に素のモデルなんですね。ベーシックタイプっていうんですかね、こちらのモデルなんですね。さあこちらボディサイズですね、全長が4640、そして全幅1835、そして全高が1700と、そしてこのホイールベースですね、これが特徴的なんですよ。このホイールベースが2835と、2800ってすごくないですか。こちら全長がね4640しかないのに、そのうちの2830がホイールベース、すなわちですね、こうしてみるとですね、このフロントとこの後ろのオーバーハングがやっぱ短いんですよね。このタイヤとタイヤの間のこのホイールベース、ここが異常に長いと。そうなんですね、こちらの車だいたい C セグメントの SUV というのは、5人乗り、すなわちシートは2列なんですよね。こちらは3列シートの7人乗りなんですね。いやすごいじゃないですか。やっぱりね、お子さんとかが多くてですね、5人だとちょっと厳しいな、でもあんま大きい車嫌だなっていう時のための GLB なんですね。いいじゃないですか。さあそれで前から見ていきましょうね。いや迫力満点じゃないですか、このグリル。こちらがですね AMG ラインになるとね、ここがねこういったグリルじゃなくてですね、まず網状になりましてね、それでバーが1本かな、そういう形に変わりますけどね。またこれはこれで迫力あっていいですよね。そしてここはねメタル調になってますね。なるほど。そしてカメラがついてて、なんかヘッドライトもね特徴的ですよね。ここがデイライトかな。そしてここにこういったデザインが入ってると、さあタイヤ見ていきましょう。さあこちらですね、こちらタイヤサイズが235-55の R18 と18インチですね。こちらも標準のタイプのホイールが入ってるんですね。 AMG ラインになると確か19インチだったかな。そしてサスペンションはコイルサスペンションですね。そし
下にもメッキが施されていて、後ろも同じかな。うん、こちらも235-55の R18 と。まあ55のね、扁平率ですからね、結構タイヤのクッションはありますから乗り心地もいいんじゃないですかね。そして後ろ、うん、フォーマチックですからね、これ四輪駆動なんですね。そして220D、うん、こちら2リットルの4気筒のディーゼルターボなんですね。マフラーはメッキが施されたバンパーの下にあって、左右1本ずつの2本出した、うん、この辺のラインも綺麗ですよね、スーッと、うん、こちら本当に C セグメントコンパクトクラスといっても結構なんか本当大きく見えるんですよね。うん、かっこいい。さあそれで後ろ回り見てみましょうかね。ちなみにですね、マイナーチェンジでですね、このヘッドライト周りと、あとはねこのリアのバンパーですよね、この辺も形状変わってますよね。では後ろ見てみましょうかね。ラゲッジ見てみましょう。うん、ちょっとゆっくりめで静かに上がりますね。さあこんな感じ。うん、なるほど。今こちらね、3列目をね座る状態ですね。椅子立ててますんでね。そうするとまあ荷物のスペースはねこんなもんですかね。パカッと、うん、なるほど。まあこの状態ですとさすがにまあ買い物したものをちょこちょこっとね置ける感じですかね。じゃあこちら倒してみましょうかね。この紐引くのかな。あ、こちらが赤い紐かな。おお、パタンと。こちらを引くとパタンと、うん、まあ普段はねこの使い方ですかね。まあこれですとね、まあ大体 C セグメントの、まあ、コンパクト SUV としてはまあ普通のサイズかな。まあ十分入りますよね。そしてさらにここもね424でね分割で倒れますので、まあそうすればねかなりの荷物は詰めますよね。こちら先ほどの、まあ、一番この3列目をね立てた状態で一番少ないラゲッジの容量で130リットルと。そしてフルに全部倒したんですね、全部倒した状態で1680リットルと。うん、まあコンパクト SUV、 まあノーマルの広さですかね。うん、バッチリバッチリ。では閉めてみましょう。よいしょ。うん、いいですね。さあそれではねエンジン見てみましょうかね。さあ来ました、こちらですね。こちら2リットルの4気筒ディーゼルターボエンジンですね。こちらは、まあ、FF フロントエンジンのフロントドライブがベースとなった 4WD なんですね。よってエンジンは横置きと。うん、これが GLC とかね GLE になるとね縦置きになるんですけどね。こちらはまあ GLA、まあ、A クラスとかですね、こちらをベースとしたタイプなので横置きの FF ベースと、うん、なるほど。こちらサスペンションはね電子制御なしですね、ノーマルですね。ほうほうほう、なるほどなるほど。結構ぎっちり詰まってるもんですね。うん、さあこちらのエンジンですね、最大出力が150馬力そして最大トルクが320ニュートン。うん、320ニュートン、なかなかトルク大きいですよね。この車の車重が1800キロなんでね、まあ1800キロ、まあ、1.8 トンですね。これ320ニュートンで引っ張ればまあ十分な速さだと思いますね。うん、そしてですねこちら、まあ、2リットルのディーゼルターボなんですけども、こちらのターボがですね、こちらなんと可変タービンジオメトリー、まあ、よくね VTG なんて言いますけどね、こういった機構が入ってるんですね。これっていうのは結構あの高性能スポーツカーとかのターボに使うんですけども、まあ、ポルシェのね911のターボなんかもそうですけどね。まあターボってねあのやっぱりあの排気ガスの圧力で、まあ、羽を回してね、その羽でエンジンに空気を送り込んで、そこで
まあ、パワーを出すという機構なんですけどね。これってやっぱり一回アクセル抜いたりするとね、一回ターボの羽根の回転が落ちちゃうんですよね。そうすると一回パワーが継続しないっていうこともターボってあるんですよ。それをですね改善するこの可変ジオメトリー、可変タービンジオメトリーっていうね、こういった機構が入っている。これは結構高性能なんですよね。すごいですね。素晴らしい。それでは中見てみましょうかね。あ、これもいいですね。メッキ調になってるんですね。綺麗ですね。あ、ここなんかこの3ポインデッドスターがね散りばめられてますね。やっぱりメルセデスはね、本当にねシート調整が椅子の形してるんですよね。わかりやすいですよね。あ、ここもなんかねいいですね。グリップになっててね、なるほど。こちらねオプションでブルメスターとかありますけどね、今回はスノーモデルなんで標準ですね。いや標準とはいえ十分な内装じゃないですか。もうアンビエントライトがねもう至る所に、こういったエアコンの吹き出し口の縁取りも全部ねアンビエントライト入ってますからね、そしてこちら、まあ、合皮のレザーとファブリックのコンビですね。こちらもオプションで、まあ、革そして本革も選べますからね、じゃあ座ってみましょうかね。よいしょ。いやメーター周りが綺麗ですね。こちらがスピードメーターとタコメーター、そしてインフォメーションですね。でこちらナビですね。グラフィックが綺麗。そしてエアコンは3連になってるんですね。なんかこれいいですね。なんかジェット機のタービンみたいです。なんかタービンというかねエンジンみたいですよね。そしてエンジンスタートはこちらですね。ステアリングはこちらは、まあ、カーソル関係ですかね。でこっちが運転支援系ですかね。これパドルもついてるんですね、こっちとこっちね。なるほど。そしてここハザードですね。エアコン関係はここでまとまってそうですね。温度調整もねこれでアップダウンできますしね。そしてここが小物入れ、これはスライド式ですね。USB Type-C が1個、そしてここは置くだけ充電かな。でドリンクホルダーが横に2つ、これいいですね。そしてここでドライブモード切り替えと、まあ、ボリュームとかですね、これはカメラかな、バックモニターですかね。でここ滑り止めがついてますんでね、ここにいろんなものを置けますね。そしてグローブボックス、ポチッとな。あ、ここにね USB Type-C もさらに2つありますね。結構深いですね。大きくはないですけど深いですね。でこう閉められると、助手席側もこんな感じ。あ、ここもまた3ポインテッドスターが散りばめられてますよ。綺麗ですね。ここはメタル調ですね。なんかかっこいいですね。こうやって至るところになんかねメタルパーツがあっていいですね。なんか力強さを感じますよね。そしてこちらミラーですね。でバイザーの後のミラー、照明もつきますんで武道館行けますね。このアンビエントライトがいいじゃないですか。じゃあちょっとねエンジンかけてみましょう。スタート。エンジンかけたと同時にですね、自分のシートポジションにね、シートが動きましたね。この辺やっぱメルセデスですよね。どうですかね、これディーゼルですけどね、今エンジンかけてみて、静かですよね。やっぱり最近のディーゼルって本当すごいんですね。私今まであんまりディーゼル車にね、乗る機会がなかったのでね、ちょっとね、時代の進化を感じてますよ。ただね、やっぱ先日乗ったGLC、あれがね、異常にね、もう静かすぎてね、本当お化けみたいに静かですからね。お化けみたいに、静かの例えってなかなか難しいんですよね。お化けって静かっぽいですもんね。まあ、GLC に比べると若干のね、スタートの時のね、振動と音はありますけどね。まあでもこれ十分静かですよ。
他のガソリンエンジンなんかよりも静かですからね。いやすごいですね。素晴らしい。では真ん中の席行ってみましょうかね。さあ真ん中座ってみましょうかね。よいしょ。ここはやっぱシンプルですね。さすがにここにアンビエントライトはないですね。ただね、やっぱメタルのこのグリップいいですよね。こんな感じ、なんかもうすごく広そうじゃないですか。シートこんな感じですね。今一番ちょっとシート立ててますけどね。こちらのようにね、こうやって結構シートがえぐれてるんですよね。さあこれがどうなるか、座ってみましょう。よいしょ。めちゃくちゃ広いです。何個だろう、 1,2,3,4,5、 多分5個分ぐらいありますね。拳もうね、スポスポ入っちゃいますしね、靴も。まあ広い。これはちなみに今私の運転ポジションなんで、この状態はもうかなりリラックスできますね。これはもうコンパクトクラスじゃないですね、この広さは。すごい、やっぱりロングホイールベースがね。でこちらエアコン吹き出し口が2つ、ここはブラックなんですね。で小物入れがあって、お、素晴らしい、 USB Type-C2 つありますよ。あとなんかちっちゃいの入りますね。そしてこちらにもポケットがあって、天井も高いですからね。いやーこれは広いな。しかもこちらは多分リクライニングできるんじゃないかな。あ、これひょっとするとこの分ですね、この分のリクライニングできますね。リクライニングして座ると、まあ広い広い、もうほぼ僕足伸ばしてますよ。もうすごいですね。これがコンパクトクラスとは思えないですね。まあそれもそのはずですよね。こちらホイールベースがですね、まあお兄さんの GLC、 こちらと6センチしか変わらないんですよね。いやーこの車すごいですね。さあそれでは肝心な3列シート行ってみましょうかね。さあ3列目乗り込んでみましょうかね。このようにですね、セカンドシートを一番前にスライドして倒してみました。この状態から乗ってみましょう。お邪魔します。足かけて、よいしょ、よいしょ、よいしょ。さあこれで、ちなみにですね、今ねシート倒して、一番このセカンドシートをね一番後ろまでスライドしてるんでね、こんな隙間しかないんですよね。まあこれはね極端な例で、今こんな感じですかね。ちょっとこれシート立ててみましょうね。シート立ちました。膝こんなもんですね。実はこれ 1.5 個分ぐらい足ありますね。ここもね足入りますしね、靴もね。あ、なるほど。ここ小物が入れがあって、窓ガラスも結構大きいんでね。でやっぱり天井がね高いんで、全然天井はつっかえないですね。ほうほうほう、ここはスピーカーかな。でこれが、まあ、ヘッドレストですね。あ、こうやって、あ、ここまで立ちますよ。まあこう立てちゃうとね、ちょっとね後ろの視界がね悪くなっちゃいますけどね。ただですね、これまあ後ろはねリクライニングとかないんですけどね、まあここまでね足元あると、これまあ大人はさすがにねちょっと窮屈ですけどね、これお子さんとかだったら全然問題ないですね。送り迎えとかも全然問題ないし、なんなら本当遠く行けちゃいますねこれ。ああ、もうミニバンを超える感じですね。いやいやいや、これはなかなかすごいですね。7人乗り GLB 恐るべし。降り口はねこんな感じですね。まあこんだけでも降りれますよね。さあいかがでしたでしょうか。メルセデスベンツ GLB220D フォーマチック、
いやこの車本当侮れないですね。いや本当ね、このやっぱり C セグメントの、ね、SUV ってライバルが多いんですよね。 BMW の X1、 アウディ Q3 ですね、その他もろもろ多いんですけども、やっぱりこの車は飛び抜けてやっぱり個性が光りますよね。このロングホイールベースが生み出す居住性、そして7人乗りまで行けると、この車はハマる人にはハマるんじゃないかな。ちなみにこちらですね、車両本体価格、690万なんですね。まあ、これに AMG ラインとかね、いろんなオプションがつくとまたね価格が上がってくるんですけども、まあベースのモデルでね690万ですから、まあ他のコンパクトクラスの SUV とほとんど変わらないですもんね。ちょっと高いぐらいかな。でもね、その高い分はこのホイールベースが解決してくれますよ。さあそれではね、この車乗り味はどうなのか、ちょっとだけ行ってみましょうかね。さあそれでは行ってみましょう。メルセデスベンツの GLB200D フォーマチック2リッターのディーゼルターボ4輪駆動ですね。いやこの車も乗っけからねすごいいい感じなんですよね。まあ、このいい感じってなんかね、なんかアバウトじゃねえかと、まあそうなんですけども、なんつうんですかね、これはしっとり、まあ、しっとりもしてるし快適でもあると。なんだろうな、やっぱり、ね、GLC、 お兄さんのね GLC とはねちょっと違うんですよね。非常にねこの A ピラーね、これも結構立ってるんですよね。この車結構四角いなんかカクカクした感じなんですよね、デザインがね。それもあってかね、見切りが非常にいいんですよ。まず視界がいい、そしてねこのディーゼルがね、先ほどね、まあ、GLC よりはちょっと音はあるっていうことを言ったんですけども、まあ何て言うんですかね、エンジンの存在感っていうところのね表現ではいいんじゃないですかね。決してやかましくないですからね、振動もないですよ。ガソリンエンジンよりも静かかな。若干遠くの方でね、まあ、ディーゼルっぽい音もしないではないんですけどね、でも静かですね。しかもこちらのねやっぱ足回りですね、こちらの電子制御とかですねエアサスとか使ってるわけではなく、普通のコイルサスペンションなんですよね。いや快適ですね。まあまだねここら辺は道がね悪くないんですけどね、ただねやっぱ一般道はね結構デコボコありますからね。まあこちら車重が 1.8 トン、まあ、1800キロ、まあコンパクト SUV じゃまあこれぐらいですかね、とりわけ重い部類じゃないんですけど、やっぱりねそういったボディが重い車っていうのはね意外と乗り心地ってしっとりするもんなんですよね。無駄に跳ねないっていうかね。さあじゃあちょっと踏んでみましょうかね。3、2、1、ゴー。おお、なるほど、このオートマチックがいいですね。ポン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 ステップアップしてきますね。加速もね飛び抜けて速いっていうわけじゃないんですけども、いやまあ必要十分のパワーですね。320ニュートンかな、十分だと思いますね。そしてちょっとコーナーぐんと、ああいいじゃないですか。今ちょっとだけね速い速度でね交差点コーナー入ってみたんですけど、車は揺すられることなく、まあロール量が少ないってことですよね。ウインカーも静か、直進安定性も高いです。いやーなかなかこの車はいいですね。やっぱりねメルセデスベンツってね本当になんだろう、
悪いところがないって言っちゃあれなんですけどね、まあ、飛び抜けてね癖が強いわけでもなく、いや快適なんですよねやっぱり。まあ、それがねこのブランドの売りなんですけどね、本当にあえて癖を殺して、まあ、快適性に振ると、なんかね飛び抜けた癖が欲しい人は AMG 買ってくれよと、そういった感じですかね。いやでもこれいいんじゃないですかね。なんかゆったり快適に運転できますね。しかもねやっぱこれパッケージングがねいいですよね。このコンパクトクラスの大きさで、しかも最大7人まで乗れると、いやなかなかないですよ。この C セグメントのね SUV は本当激戦区でね、各メーカーがしのぎを削っていろんなモデルを投入してくるんですけども、その中でもやっぱりこの車は一つ飛び抜けた存在ですね。しかも2023年11月、まあ、まだ新しいですよね。マイナーチェンジをして、まあ、ブラッシュアップされていると。商品力も高いですよね。この車いいですね。こちら今、まあ、コンパクトクラスの SUV を考えている方がいらっしゃったらですね、こちらは有力な候補じゃないですかね。まあ、例えばもう少しスポーティーな方がいいなとか、別に7人はいらないなとかですね、まあ、そういったところでねいろいろ選ぶのもいいと思いますね。さあこちらの車ね非常におすすめでございます。さあ最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。 GLB 素晴らしい。今はね、まあ、バイパス、まあ、高速道路に近いところですかねを走ってますけども、いや快適ですね。こちら直進安定性も高いんですよね。というのもやっぱりロングホイールベースが生み出す安定性ってところなんですよね。いやこれ長距離ドライブもほんと楽ですよ。なかなかねコンパクト SUV ですよね、あんまり長距離だとちょっと疲れちゃうなんてねこともあるかもしれないんですけど、この車ならね、いやこれオールマイティですね。このビシッとした安定感はほんと一クラス上の車ですよ。すごい。アイドリングストップ、ブレーキホールドからの出発。こんな感じ静かですよね。